質問は証券と由意識との関係について教えていただきたいと。まず証券というのはですね、証券というのはね、ありのままに見るっていうことです。でこの前提としては仏教を聞いて何が善なのか何が悪なのかっていうことをその教えていただくっていうところから始まるわけです。ね、善悪の基準を教えてもらう。そうすると私たちはこれがね、これが善ならばね、やらなければならない、ね、善ならばやらなければならないね、悪ならばやめなければならない。こういうふうに思う、ね、こういうふうに善ならばやらなければならない、ね、悪ならばやめなければならない。でもこのやらなければならないでやる善を増行という、ね、やめなければならないでやめようとすることをそれをまた増行という、ね、増行という。だから増行になっちゃうんですね。それで証券っていう、ね、証券っていうものが出てくるわけ。証券っていうのはいわゆるこれが善なんだよとこれが悪なんだよって言った時にその善悪の基準を元にして自分を見ることなんです。だから仏教で教えられた何が正しいか何が間違っているかということを物差しとして自分を見ていくことなんです、はい、私たちはすぐにやらなければならないになっちゃうんです、うん、でもこれは仏教でいう善じゃないんです。それはなぜかというとやらなければなぜねなぜ善だったらやらなければならないと思うかというとそれは善人に立つためなんです。善人っていうところに立っていたいからそれは自分がよく見られたいっていうこと。いや自分のセルフイメージを善人っていうところに立たせたい。だからやらなければならないでやった人はできたらね、ああできたって言って悪人を責める。うん、なんでこの ねばならないでやった人はですか。そう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 。
だからどうしてもね、私たちは例えばそのこういうことをやってはいけないっていうことをその相手がやっていたとしたらね、それをこういうことは良くないことだからやめなければなりませんよと言ってしまうんです、うん、だけどやめなければならないっていうことでやめるの、やめようとすることは仏教でいう善じゃない。ここがすごく大事な、人に言われてやるからっていうことではなく、違う、なければならない、これがまずいよ、うん、ということはね、やらなければダメなんだっていう気持ちでやってるってことなんです、ね、やめなければならない。だから善を聞いてやりたいと思ってやるのは OK なんです。だけどやらなければならないはまずいわけ。だから聞いて即実践に移そうって素晴らしいように見えるけど、実践に移すことが素晴らしいことじゃない。心が伴わなければならないってことでしょ。そう、心からやろうと思わなくちゃいけないわけ、うん、理性だけでとにかくやらなければいけないからやるっていうのはそれは自力なわけですよ。だから仏教の教えは自力でやる善は造行と言われて捨てなければならないものなんです。例えばこう人のためにこう何かこうやり人のためにこうやらなくちゃいけないことは大切なことだとは思うんですけど、はい、このなかなか喜んでやれない自分自身の心があるわけですよね、どうしても、はい、だその時にじゃあやらなければならないではやらないとして、でもやることが大切だとしたら心が伴わない場合には、はい、だから心が伴わなくてもねやったらいいわけです。でもそれはやらなければならないにはならない。いい、わかりますかね。その このやらなければならないでやった善は造行ですよね。造行はですよ。やったことによって自分は善人っていうところに立つんです。心が伴わないなぁと思ってやった善は善人に立てるかってことなんです。立てない。それは立てないですよね。うん。微妙ですね。ね。その善人っていうところに立とうとして、善人っていうところに立ちたいのは悪人を見下したいとか悪人をバカにしたいとか、こういう気持ちなんです、うん、自分を褒められたいとか、そう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 、うん、あ、いわゆるその偽善者ってことですよね。そう、つまり善人っていうところに立って安心したいからなんですよ。だからその私たちは結局善悪の基準を聞くと、自分は善人っていうところに立っていたいから善をするようになるんです、うん、でもそれは結局やったからといって真、仏教でいう善ね、善悪、善をするのは、善をして悪をやめるのは善人になるためじゃなくて真実を知るためなんです。真実を知るために、真実っていうのは自分のまあいわゆるこの世の真実とか
この自分の真実ってことなんです。自分の本当の姿です、ね、自分の本当の姿なんです。本当の姿を知るために、ね、本当の姿を知るために善をするんです。ところが私たちは善人という我を守るために善をしちゃうんです。だから我に覆われている限り、我に覆われている限り真実は見えないんです。この真実の世界の一つに有意識があるんです。だから善人に立つために善をしたら有意識が全く見えないんです。有意識そのものを認められない。ええ、有意識は見えない。だから、その真実の世界があって、はい、それを我でこう覆い隠して見えないようにしてるんです。私たちは。だからみんなですよ。世の中にいる 人たちはみんな我の世界にいるわけです。だから真実の世界っていうのは全くわからないんです。で仏縁の深い人たち、人は我はあるんだけど薄々この我の奥に真実があるっていうことを分かってるわけ。本当の自分の姿、本当の、そう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 。だからこの真実の世界に気づくために善をする。ところが善人になるために善をしてしまうと、その善人という我が強くなるだけで真実が全く見えないんです。だからこの人は一生懸命善をやってるけど仏教の信仰は全く進まないんです。だから造業は捨てないといけないんです。造業をやってるかどうかもわからないっていうところもありますよね。造業をやってるかどうかっていうのは、善幕の基準を聞いたときにすぐにやらなければならないっていうふうに思うかどうかなんです。やらなければならない、善人になるために。で多くの場合やってできないことは今度はやらなくてもいいになるんです。なぜかっていうと善人に立つためです。例えば子供だったらね、学業がある、勉強をやらなければならないでやる、ね、やらなければならないっていうふうにやって、やらなければならないっていう気持ちでやっている間は、ね、それができなかったとしたらね、自分はダメなんだっていうふうに思っちゃう、はい、つまりやらなければならないことができない自分は悪人じゃないですか。悪人の自分はダメだということによって善人の我を保たせる。それかもうやらなくていいんだになる、やらなくても善なんだっていうふうにする。悪い意味、そう、開き直るってこと。そう、開き直ってしまうんです、うん、それも善人っていうところに立ってる。だから善人っていう我がもう強固で崩れないように、崩れないように生きてるんです、うん、まあ私はそんなこと言われても、まあ、私はできないから仕方がないわって意味で開き直るっていう。仕方がないっていうのはやらなくてもいいんだになっちゃう、うん、人は人、自分は自分。だから例えばね、仏教が本当に分かったら、はい、例えば心は伴わなかったとしても少しでもやっていきたいって思うわけです、はい、でそれが心が伴ってないから
ね、やっぱり善ではないっていう意識があるわけですよ。善ではないけど、でもこういうことが善だって教えていただいたなんなら、やっぱりできないながらもやっていきたいっていうふうに思うのが仏教を正しく聞いている状態なわけです。それが多くの人は心はどうであれやれば善なんだと思っちゃう。心が伴わなくてもってことですね。はい、例えば浄土真宗の人ならば、南無阿弥陀仏を唱えることが善ならば、心はどんな状態であったとしても南無阿弥陀仏と唱えたら自分は善人っていうところに立っちゃう。だから私たちのやる行為は全てね、自分が善人に立つためにやる行為になっちゃう。なかなか、だから我がそういう面で我が強ければ、うん、その心の部分では悩まないってこと。我が強く、そう、心の部分では悩まずに、私はこういうことができてるから心はどうであれなんですよ。心はどうであれできているから善人なんだっていうところに立つんです。例えば挨拶をしている、私は挨拶をしているから善人なんだ。何かをしてもらった時にお礼を言ってるから善人なの。自分は善人っていうところに立つために生きてるんです。例えばこの仏教を勉強して、はい、その理論的にいろんなことをこう理解して、はい、理解してっていうか知的にですけど、うん、分かってこうやって やりながら言っていることをこう人のためにやっているというふうに思う人いますよね、はい、一生懸命私はやってるんだと、はい、でそれに本当に心が伴わなかったらそれはいわゆる造業になるっていう、うん、造業なのは、うん、心が伴わないから、うん、造業じゃなくて、うん、こんなにやっている私は善人なんだというところに立ってるのが造業なんです。心が伴わないなら伴わないで、うん、ああ私ってなんで心が伴わないんだろうと思ってるなら、うん、造業じゃないんです。心の部分をそこに見つめていかない限り造業になるってことですか。そう、そう、心をね、造業っていうのはね、心を全く問題にしないんです。心を問題にした時点で善人には立てなくなる。例えば本当に相手のことを考えてやっているだろうか、自分が認められたいだけじゃないか、そういう気持ちが見えてきた時に、そういう自分ね、そういう自分がそういう心を抱えながらやっている善を善人とは思えないじゃないですか。だから造業っていうのは、とにかく自分は善人に立つためにやっている、善人に立つためっていうことは心の部分を一切見なくなるんです。だから心を、仏教っていうのは心を問題にしなければならないのに、心を全く問題にせずに、とにかく教えられた通りにやってるから私は善人なんだっていうところに立っている状態、これではね、本当に信仰が全く進まないんです。要は真実の自分の姿が見えないから。そう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 。でそれはいわゆるその京満山の頂点を目指してるって。そう、京満山の頂点を目指してるってことになるってことですよね。はい、だから頂点を目指している限り真実が見えないから、有意識に対する意識も全然ない。そうそう、有意識をどんなに聞いたとしても、有意識の世界っていうのは
この善人というこのがね、このがね、あまりにも強いためにその真実が見えない。このがという世界が崩れた境地をね、よるかというんです。よるか、このよるかに入らないと、もう仏教はね、全く分かりません。そのがの世界にもう完全に覆われて生きている人にとって仏教という教えは全く分かりません。いくら聞いても、いくら聞いても分からない。例えば有意識の話を聞いたとしても、有意識のことなんて全く分からないんです。だからいかにしてこのがの世界から離れていくかっていうことが仏教ではすごく大事なんです。でもほとんどの人はね、がの世界で生きてて、仏教の教えを聞いてもこのがの世界を守るためにやっていくんです。善人と見られたいから。そう、善人っていう、見られたいんですね。善人というところに立ちたいから。立ちたいということは本当に苦しまないってことですか。苦しまない、そうですね、苦しまない、苦しまないか、すごく苦しむか。つまり善人っていうところに立ちたいと思ってる人が善人っていうところに立てなくなった時に、今度は悪人の自分を徹底的に否定して善人っていうところに立とうとする。やっぱり善人っていうところに立ってるわけです。例えばそのこう否定されるようなことを言われることありますよね、どうしてできないんだとか、はい、いろいろ言われた時に、うん、ああ私はそういうできないダメな人間だと思うのか、うん、そのできないけど仕方がないからできるところまで頑張ろうと思うのか。それは頑張ろうと思うってことはね、できない自分をできないなぁと一旦受け入れないといけないわけ、うん、それを受け入れることを正見っていうんです、うん、だからできないものはできないな、それを否定することなく、できないことはできないんだと言って受け入れていくことをね、それを正見っていう。ここでポイントなのは因果の道理なんです、うん、因果の道理では、はい、ね、悪因苦果っていうふうにこう教えられているんですね。ね、悪因苦果っていうのは悪い種をまけば苦しみという結果がやってくる、ね、正見っていうのはこのことを正しく理解するってことなんです。ところが自力はどうなるかっていうと、自力は悪い種をまいて、つまり私は悪い人間だとなったら自らの手で苦しみを与えていくんです、うん、自分を責めたり、自分はダメなんだと思ったり、それは因果の道理の結果じゃないんですよ。その受けた内容に対してどう受け止めていくかですよね。そう、だから自分が例えば悪いことをしているってなったら、悪い結果がやってくる前に自ら自分を苦しめちゃうんです。だって悪い人間だから。だから悪い人間は苦しむべきだと思ってるんです。悪い人間は
不幸になるべきだと思ってる。でも因果の道理はね、自分で罰を与えることじゃないわけですよ。種をまいたら苦しみという結果がやってきますよっていうだけであってね、結果が来るまで待つしかないわけです。あ、自分でその苦しみの結果を生み出すことじゃないってことですか。そう、自分で罰を与えて、つまり悪いやつは罰を与えるべきだっていうふうに思ってるのが自力なわけ。だから自分は悪い人間だってなったら苦しむべきだから罰を与えて苦しませてしまうんです、自分を。でもそれは因果の通りの苦しみじゃないわけ。自分で勝手に作り出してるってこと。そう、自分で勝手に悪いことをしたんだから苦しむべきだっていうふうに思ってるわ。苦しんで当然みたいな。そう、苦しんで当然だ、だから苦しむべきだっていうふうになってるわ。例えばじゃあその悪い結果かどうか分かりませんけど、こう何か言われてできない場合に、はい、こうできない自分を 見るわけですよね。でそのことでこう何かまた指摘されたりしたら、うん、まあ本当にできないからまあ仕方がない、できないから仕方がないんですけど、それに対してできない私はとんでもない悪い人間だとか、こんな人間になくなった方がいいとか、はい、まあ、そういうふうに思うこと自体が苦かってこと。こういうふうに思うこと自体がその苦かじゃない、苦かじゃなくて自分で苦しめてるわけ。だから悪い種をまいているけど、その悪い種まきの結果として苦しんでるわけじゃなく、もうもっと言うと、自分をどんなに痛めつけたとしても悪い種まきの結果はまた別でやってくる。そうするとね、どうなるかっていうとね、悪い種まきをして自分を苦しめてるから、自分が比較的何にもない時に、何にもない時には悪い結果はやってこないと思ってるんです。でも実際はその日頃悪い種まきをしているから、何にもない時に苦しみがやってくるんですよ、突然。そうするとね、苦しい、何か分かんないけど苦しいとか、何か分かんないけど嫌だとかって、いや、それはあなたがまいた種まきの結果じゃないですかと。その結果を受け入れられないんですよ、自分で日頃から苦しめてるから。だから自分の中で悪い種まきをした、ね、罰を与えるチャラだと思って、チャラにはならない。悪い種まきは悪い種まきで、苦しみという結果がやってくる。苦しみという結果は結果として受け入れていかなくちゃいけないわけ。その前に自分でどんなに罰を与えて苦しませたとしても、結果がチャラになることはないんです。例えば心の中でこう悪い思いをずっと持っていて、うん、持って例えば人に対しても持っていたとしますよね、はい、でそれがこの何ある人からこう言われた時にどういう思いになるかが、結局どういう種をまいてきたかになるってこと、はい、どういう思いになるかではなく、どういう思いになるかっていうのは、自分が結局私たちは我の世界にいるから、自分は善人か悪人かってこと、ね、善人か悪人かという世界で、人から言われたことによって自分は悪人となってしまった場合、自分は善人に立った時に悪人に対してやったことが跳ね返ってくるわけ、うん、跳ね返ってくることを素直に受け入れたらいいのに、それを否定するために自ら罰を与えちゃうんです。この罰は悪因苦果の苦しみじゃないから、どんなに罰を与えても苦しみはなくならないんです。例えばじゃ あの人をこうよく責めたとしますよね、はい、で責めてる人に、人を責めていることは仏教では良くないことですよって、はい、聞きますよね、はい、で聞いてて、あ、人を責めることは本当に良くないんだなと、でこう人を責めてるその自分の姿をこう有意識の世界でこう見ますよね、結局人を責めてると、は
いうふうに自分では思いながらも、こう責めてる姿の自分を見て、こう自分が例えばそういう認識がある時にある時に違う人からこうガーって責められたり、責められるかどうかわからないですけど、そういうふうに言われた時に、あ、責められるって思うってことは自分自身が人を責めていたからそういう思いになるってことですよね。あ、そうそう、人、その有意識ですからね、自分は責めていたら、な、悪人になった時に責められているように感じる、責められたように感じるっていうのは相手が私を責めたから苦しいわけじゃなくて、自分で自分を責めるから苦しいわけ。それがその悪因苦果苦果ですよね。そう、だから責められているように感じるっていうのが苦しみの結果なわけ。だけど多くの場合、自力の場合ね、自力の場合、自分が悪人となったら、その責められているように感じる前に自分を徹底的に責めちゃう。だから有意識がわからないから、逆にそういうふうに自分で自分を苦しめるっていうことになるってこと。そうそうそう、自分が悪いやつだったら苦しむ、こう本当にね、そういう思い込みが強いんですよ。苦しむ、自分は悪い人間だから苦しむべきだと、こういうふうに思ってるわ。そのだから意識を変えていかない限り、そう、だから苦しむべきだから、うん、例えばね、悪い種をまいたら苦しんでないってなったらね、うん、おかしいから苦しめちゃうわけ、自分を、うん、自分を苦しむべきだ、苦しむべきだみたいな感じになっちゃうんです、うん、そのくせ、その苦果が本当にやってきた時は、うん、なんでこんなに苦しまなくちゃいけないってなるわ、うん、いや、それはあなたが蒔いた種まきでしょと、ね、あなたが蒔いた種まきの結果苦しみがやってきてるんだから、それはそれで受け入れるしかないよ。でも自力の場合は、自力の場合は、私は悪い人間の時には罰を与えたから、もう悪い人間じゃないっていうふうに思ってるわけ、ね、罰を与えたら、だから別に悪い人間じゃないと思ってる時は、その苦しまないっていうふうに思ってるわけ。でも実際は悪い種をまけば苦しむわけですよ。苦しむんだけど、その苦しみが、ああ私って悪い種をまいたから苦しんでいるなっていうふうに思えない。もう我で全部受けてるから、我で受けてるからね。だから自分で苦しめるしね、その自分が悪人じゃなかったら自分はね、苦しむはずはないと思って、苦しむはずはない。だから自分は苦しむべきだと思っているときは、自ら苦しみを生み出して苦しめてしまうわけで、そうじゃなくて、その結果が出てきているときは、なんで私は苦しまなくちゃいけないんだろうっていう、なんとかしてっていうふうになるわけ。苦しいからなんとかして、いや、なんとかしてって、あなたが悪い種をまいて今結果として苦しい結果を受けてるんだから、それはもう受けていくしかないんだよと、ね、じゃあ同じことを言われても、同じことを言われても、うん、A さんは苦しみます、 B さんは例えば苦しまないとしたら、その苦し、それ同じ言葉を聞いて苦しむ A さんは、この自分がこうやって今苦しいのは過去にこういう種まきをしてきたからだというふうに、こう冷静に見る。いや、だからその同じことを、ね、やってきた時に、その苦しいっていうのに2種類があってね、自分で自分を傷つけて苦しんでる場合と、自分を傷つけてないんだけど苦しい場合があるわけです、ね、で、自力の強い人は自分が悪人だとなったら自分を傷つけてでも苦しませようとするんです、苦しませようとするんです。それで因果の道理なんだと思ってるわけですよ。でもそれは自分で自分を傷つけていることは因果の通りの結果じゃないわけですよ。
自分で苦しませてるだけだから、ね、この苦しみと因果の道理の苦しみがあるわけで、因果の道理の苦しみは自分が悪い種をまいた時と結果が返ってくる時は時間的な違いがあるから、だから自分がなんで苦しんでるかがわからない。で、仏教ではそれを結びつけて、ね、いやあなたはこういう種をまいたでしょと、こういう種をまいたでしょと、だったらこういう苦しみを感じるのはそれは当然だと思うよというふうに言うわけ。でもそれがなかなか結びつかない。ね、ああそうかと、こんな結果を受けるならこんな風に思わないようにしようっていう風にならないんです、ね、こういう風に思うのがもう自分だみたいなぐらいになっちゃう。努力もしないって。だから正見っていうのはね、正見っていうのは悪い種まきをしたら苦しむんだということを正しく見ることなんです。正しく見て自ら苦しませようとしないってことなんです。だから多くの人がね、苦しんでいるのは因果の道理の結果として苦しんでるわけじゃなくて、なんか自ら苦しむように苦しむように持っていった結果苦しんでることが多いわ。悲劇のヒロインみたいにですか。そうそう、自ら自分を傷つける、自ら苦しませるわけ。そうやって苦しんでるんです。だから自分で苦しませてるわけ、ね。例えばこんな悪い人間はどうなってもいいやとかね、どういう目にあってもいいやとかね、こういうふうに思う。だって悪い人間だからとかってね。いや別にあなたは悪い人間だとしても、悪い種まきをしていたとしても、結果は結果でちゃんと返ってくるから、それは受けていこうよってなるわけ、ね、受けていこうよと。で、あなたがだからといって自ら苦しませたとしても因果の道理はチャラにならないわけ。だからどうしてもね、あの苦果っていうのはね、罰を受けることだと思ってるんです。いや、私、例えばじゃあ私はこんな人間じゃないのにどうしてこんなに苦しまなきゃいけないのっていうのは善人になっているから、そういう善人だそうなってるから、そういう思いになるってことですよ。はい、こんなはずじゃなかったのにとか、うん、そう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 、うん、なる、いや本当正しく因果の道理を理解してないと本当に正しい解決はできないでしょう、ね、そうそう。だからほとんどの人が苦しんでいるのは本当に因果の道理で苦しんでるんじゃないんです。うん、自らその苦しませている場合が多い。それはやっぱり我が強いから。我が強い、我が強いっていうことは、いわゆる自分の中の常識が強いわけですよ。だから悪人は苦しむべきだってなるわけ。うん、それに対して善人は今度何をしてもいいんだってなるわけ。自分は善人だったら悪人の立場になることはないと思って、人をバカにしても見下してもいいと思ってるわけ。だから自分は善人っていうふうに立つ人ほど人を見下したりバカにしたりという悪を作るわけです。でも自分は悪人の立場になることなんてないと思ってるから、へっちゃらでやるんです。自分に自信がない人ほど逆にこの善人になろうとしている部分って強いですか。
自分に自信がない人ほど我で覆って善になろうとする。だから自分は一生懸命やってるのに、なんでこんなふうに言わなきゃいけない。いや、一生懸命やってるっていうにはならない。あ、ならないんですか。だって一生懸命やったら真実が分かっちゃうから。わかります。一生懸命善に励んだら真実わかりますよね。ああ、善って言ってもこの自己満足の善だから。いや、一生懸命はやらないんですよ。やらない。振りだけ。振りもしない。例えばその、その何ていうの、勉強だったらね、全然勉強 しないわけ、うん、でやってるやってるんです。で一生懸命やってるとは思ってないわけ。じゃあその誰かの前だけでこう一生懸命やるふりするってことですか。人が。いや、そんなこともしない。あ、そんなこともしない。うん、そこはまたちょっと違う。また違うんですか。うん、それは人からよく見られるために頑張るっていう。その善人とまた違うってことですか。ここで言う善人っていうのは、その善人という我を保つためにやってるっていう。一生懸命やらない。一生懸命、一生懸命だから、ちょっと一生懸命やってすぐにもやらなくなっちゃう。あ、それはもうやれない自分がわかるから。だから、そうそう、やれない自分がわかる前にやめちゃうんです。で、やらなくていいんだになるんです。限界までいかないんですね。そう、限界までやったらその分かっちゃうじゃん、真実が。そうですね。だから真実が分からないように、分からないように生きてるんです。それはもう妄になってるから、無意識にそういうふうにできちゃうってことですよね。そう、無意識にもう、そう、善にならない、あ、その真実が分からないように、分からないように生きてるわけです。要領よくってことですか。そうそうそう、ね、だから仏教で善を教えられても心からやろうと思わない。だから形だけやったら善人っていうところに立っちゃう。で、例えばそういう人にね、いや、心からやらなければそれは善とは言わないんですよっていうふうに言うとね、じゃあやらないってなるんですじゃあやらない、やらないっていうのが、やらないのは悪だよと、苦から来ますよということが分かって、やらないならいいけど、やらないのは、やるのが悪なら、やらないのが善だよねってなるんです。難しいですね。だから私がやってるのは善人になるためにやってるっていう。それが善人になるためにやってることにならないとしたらね、やらないのが善人なんだっていうな。浄土真宗の人多いでしょ。浄土真宗の人はね、善なんてやらないの。なぜかって、善やらないのが善人だからだから悪人じゃないって思ってないんですよ。悪人、ああ私は悪だから、あ、悪縁苦果を受けるしかないんだとか、こんなこと思ってないの。善なんてやらなくていいんだ、南無阿弥陀仏さえ唱えていればいいんだ、それが善人なんだ。何にもわからない、何にも分からなくて、ただ本当に真実が分からないように分からないように生きてる。あ、だから極端に言ったら、正真偽を唱えてたら、そのね、御仏の前に信心を保ってるみたいな感じですか。そう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 、善人っていう、でもこの善人っていう我を、これが崩れて初めて本当に本当の部分が分かってくるわけ。その本当の部分が分かっても、ただ南無阿弥陀仏さえ唱えていればいいんだとはとても言えないんです、うん、このこう、だって何の当て力にもならないから、南無阿弥陀仏が、浄土真宗の教えが何の力にもならないわけ。それが浄土真宗の教えで満足できているっていうのは、本当我が崩れないからなんです。その我が崩れなくて生きていてね、それが死んでも続いていくと思ってる。正見っていうのは本当にその心も
知的にも研ぎ澄まされてなかったら本当の意味での証券ってできないですよね。だから証券っていうことをやろうと思ったらね、とにかく全幕の基準を教えてもらった時にね、そのとにかくやろうっていうんじゃなくて、やっぱり自分をその教えてもらった全幕の基準に照らし合わせて見ていくことが大事なの。だからもちろんやっていくことも大事ですよ。やっていくことも大事、心がけることも大事だけど、心がけてできなかった時にね、素直にああできなかったな、悪だなっていうふうに見ることが大事なんです。ところがその自力が強いとね、悪だなってなったらね、今度は苦しむべきだになっちゃうんです。その先まで行っちゃうってことです。そうそう、悪因苦果だから、うん、悪い種をまいてる自分は苦しむべきだになっちゃうんです、うん、苦しむべきだ。だから自分で自分を苦しめてしまう。それはあなたの因果の通りの結果じゃないよってことなんです。それはどんなに自分を苦しめていたとしても、それは結果じゃなくて因なんです。自分を苦しめるっていう悪い種をまいてるわけです。その結果の苦しみは今の苦しみとは別にやってくるんです。そこまで正しくこうなんていうんですか、客観的に冷静に見ていけるようになるためには、やっぱりじゃあ聴聞を繰り返していくしかないし、うん、やっぱりじゃあ聴聞したら自分を 見つめていく、自分をちょっとこう俯瞰してね、客観的に見ていく、こういう種まきはこれはどうなんだろうかということを、うん、考えていくっていうことが大事になってきます。その時の自分の心の動きとか、はい、うん、その心が見えるようになってきたら、はい、やっぱりあこれじゃいけない、悪い種まきをしているのが分かるので、はい、この種まきじゃいけないなと思うんだけど、でもやっぱりその人を見てたらこうそういうものがふつふつ湧いてきてしまう。でもこれじゃいけないなっていうその繰り返しで、うん、なかなかこの良い種まきをまけるまでにいかない。良い種まきをねまかなくていいんです。まずはまずはその自分の中でできないことをできないっていうふうに受け入れていくことが大事なんです。私たちはすぐにその信心が崩れるんです。信心が崩れるっていうのはね、できないと思った瞬間にもうどれだけやってもダメなんだ、それが信心が崩れちゃう。証券っていうのは全幕の基準がどれだけ自分が悪人を見せつけられても変わらない状態が証券であり、また信心なわけ。それができて初めてじゃあ頑張ってどれだけ時間がかかっても直していこうかっていう風になるわけです。一旦悪人を受け入れないとね、直していくことはできない。普通の人はとにかくもうちょっと悪人が見えるだけでね、もうどれだけやってもダメなんだって言ってやめちゃうんです、うん、だってみんな善人に立つためにやってるし、悪人に対してはね容赦なく責めてるから、本当にもう相手のことを考えずに、傷つくことも考えずに相手をね傷つけてるわけですよ、正しいところに立った時に。で相手が傷ついていることも、だって相手悪人だから傷ついて当然だと思う。その心は自分が悪人になった時にね、苦しんで当然だという思いを生み出していくわけです。それは因果の通りの結果じゃなくてね、苦しませながら悪因を作ってるわけ。でもその人はね、自分を苦しませることは
チャラになることだと思ってるんですよ。自分に罰を与えることは因果の縁の結果を受けてることでチャラになると思ってる。チャラどころかね、苦しみながら悪意を作ってるんです。それが自分が善人に立った時にやる子をね、やってることがその引き金となってその結果を生み出してるわけですね。ちょっと話が違ってくるかもしれないんですけど、はい、人に対してこう証券するっていう見方がですね、やっぱり自分の有意識で見えてしまうので証券、はい、できてるのかできてないのかわからないっていうのが、これはね、人の世界なんてわからないっていうのが真実だ。だって私たちが見ている相手はもう全て有意識ですから。それがその有意識の世界が分かって初めて相手の世界がわかる。その証券するためには本当にその人が何を考えてるのかっていうのを本当に本当に突き詰めて聞いていかない限りわからないですね。本当にそのいや、それどれだけ聞いてもわからない。どれだけ聞いてもすべて推測でしかない。心の底まではわからないですよね。わからない、自分の 目にしか。だから私たちができることは自分ならどうなのかと思って接してあげることしかできない。そうするとやっぱり自分の中に善悪があるじゃないですか。こういうことはしたらいかんっていう、そういう目で見てしまうから、うん、それがこういうことはしちゃいかんっていうのが自力なんです。仏教はこういうことをしたら苦しむ、苦しむっていうことなんです。だからかわいそうだなって思うんですよ。そんなことやったらあなた苦しんじゃうからやめてよっていうことはあっても、それは良くないことだからやっちゃダメだっていうことは思わないわけ。やっちゃダメじゃなくて、やったら苦しむでしょですか。そう、やったら苦しむ姿をね、見たくないわけですよ。根本が違う、全然違いますね。そう、だから仏さんの窓から見たらね、本当にナイフで自分の心をこうやって突き刺してぐさ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 やってる姿を見えるわけですよ。悪をやってる、それは良くないよじゃなくて、もうなんか痛々しくて見てられないっていうふうに感じるんです。いや、自分がバッサバッサ切り裂いている分だけ自分自身が自分を切り裂いてるってこと。そう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 、強要もしないし強制もしないしっていうことですよね、うん、そういうことですよね、うん、気づくのを待つというか、まあ、教えてあげることはしますよ、うん、本当にそういうことは本当に私が見ていてね、うん、悪をしていることは良くないことじゃなくて、ね、悲しいことなんです、うん、本当にそのもう本当に傷つけてるって、自分で自分を傷つけてるから、それはすごい悲しいな、うん、しかもさ、苦しみながら今度傷つけるっていう行為ね、自分自分を傷つけるという行為が悪因となるのでね、苦しみという結果を今受けながら未来また苦しみという結果を受けるっていう、うん、だからね、自分は悪だと思って悪因の結果もまた別で受けないといけないし、自分を傷つけるということで苦しみの結果が今苦しむし、その傷つけるという行為が悪因だからね、また未来苦しむことになる。もう苦しみが今も未来もずっと続いていくってことになる。そんなことを見てるとすごい悲しいじゃないですか。
しかも本人は未来の苦しみに対してはね、なんで苦しまなくちゃいけないのってなるわけです、種まいたから仕方ないよねってならないんです。そこが因果の道理が分かってないと。親にならないとそういう見方できないですよね、親の心でなかったら、苦しむからねっていう心にならないよね。親だったらそうなる。そうそうそう、親になるんです。親になるんです。そうですね、いやいや、今聞きながら、本当親も怒るしかないんですよね。はい、分かっていただけたでしょうか。